はい、本日はですね、今からナンガという、ダウンのショップにね、買い物に行きたいなと思います。昨年来たところがこちらになってて、あれで閉店してるんかなというところでね、ちょっとさっきびっくりしたんですけども、なんか新店に移転したらしいです。っていうのもね、去年ナンガのダウンジャケットを買いに行くという動画が大好評で、なんと今15万回も回ってると。大丈夫ですか？普段歩き慣れてない、前歩いてるからなんか変な歩き方してるけど行けますか？大丈夫です、はい、もうすぐそこなんでね、今年ももしかしたらナンガのダウンジャケットとか買いに行く動画回したら15万回以上回るんちゃうかっていう、こすい裏の思惑があるんですけども、そんなところでね、行きたいなと思います。僕らキャンプも始めたからね、そろそろなんかちょっと違うやつも欲しいなと思って、こちらです、ズボン。大きい。場所はね、そんな変わってない近くやけど、もう店がね、ちょっと先中パッて見たらね、広なっとったからね、行きたいなと思います。これ人の家か、こっち人の家でしたこっちです。どうぞ、お邪魔します。大丈夫です。すごい、店長さんお久しぶりです。お久しぶりです。1年ぶりの登場、店長さん。すいません、ありがとうございます。去年はね、このオーロラライトが出たその日やってね、はい、そうです、ね、見させてもらったんですけども、ちょっと僕ら実は最近キャンプやりだしたんです。寝袋とかないんで、ちょっと寝袋を今日はまず見たいなと思ってますので、ちょっと冬を越せる寝袋をお願いします。わかりました。はい、はい、広ない？すごい広い。だいぶ儲かってんねんで。店長さん敏腕やから大阪店広げていけ言うて、350、あ、これはあれですよね、オーロラライト450とか350は重さですよね。重さですね、はい。これって入ったりすることも今できる？あ、もう全然入ってください。あ、ほんなんじゃあ450ちょっと一回入ってみますか。はい、寒がりなんですけど450いけますかね。だいたい時期的に1月2月とかもお考えですか？そうかな、わかんない。でもね、あ、あんなんもあるんや。てかめっちゃおしゃれなんだけど、うん、この上のさ、ドライフラワー、うん、大好き。なんかキャンプのさ、コテージみたいな感じよな、うん、なんかすごいね。大都会の、大都会って言わへんけどさ、大阪のこういうところにさ。ちなみに、博士これが450の、あ、はい、オーロラライトっていう。はい、これはこのまま入っていったらいいんでしょう。はい、頭、いいですか？はい、入れてください。はい、されるがまま。そうですね、確かにちょっと足がもうここで固定はされてますね。そうですね、で頭もちょっとあれなんで、うん、ちょっとロングお出ししましょうか。わかりました、はい、めっちゃ面白いね、寝袋50でこんな感じなんですね。そうですね、絵面めっちゃ面白かった。顔桶に入れられちゃってる感じ。こっち飛び出た。いやでもな、うん、寝袋いいってみんな言うけど、その理由分かる、包まれてる。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。これが外寒かったりとかして一気に中入ったりしたら気持ちいいよなと思う。この辺焚き火シリーズやな、この靴と一緒の。あ、今日履いてるんですね、うん、あ、それは水の妖精ですか？あ、そうですよ、これ水の妖精です。水に強いんですよね。なんかもうこれインナーではあるんや、子供用のやつとか。これ子供用かな、分かんない。このラグいいよな。うん、このラグ洒落てるよね。テントの時とか40%オフですって。キッズじゃないじゃん、40%オフなってんじゃん。マジですか、軽いな。うわ、ふわふわじゃん。めっちゃ軽いもん。本当だ。そこに工場の写真もありますけども。あ、本当だ、おしゃれ。こんな感じなんだ、工場、会社か。え、君さ、後で入ってみる？うん、入ってみたい。今、ごめんなさい。あ、全然全然。450のロングがございます。あ、はい、ありがとうございます。600のロングがちょっともうソールドアウトになってて、その一発用の750っていう、おー、すごいモデル。600、例えば注文させてもらったら、はい、なんかいつか届くみたいなことはある？今期はちょっとかなり混み合ってて、あらま、ちょっとしたら今期ないかもしれない。来期ってことは年明けてからですか？年明けてからですね。ありがとうございます。これがロングですか？ロングですね、はい。なんかサイズは多分ロングなような気がするんですよね。はい、あ、全部隠れちゃうんだ、すごい、はい、あ、ロングだ。僕ロングですね。そうですね、700のその羽毛のあれがまだ発揮されてないから分からないですけど、450に比べるとやっぱりもうすでにあったかい感じはありますね。あります。一回入ってみる、うん、どんな感じか、うん、一回ちょっと入らせてもらってもいいですか？あ、全然構いませんよ。どうぞ。はい、はい、
もしあれやったら750と600を持っててもいいかもしれない。450も全然いいんですけど、ちょっとね、危ないです。お尻が座んねんか。ごめんなさい。そんな、ベッドちゃうねんから。多分、寝る方がいいかもしれない。はい。うわぁ。すごい。座れてるよね。寝れるね。すごい。暑かったら開けて、天井が利用の洗濯も確かに備えがあれば憂いなしって感じですもんね。これで何本ですか？750で。お値段が、6500円ですね。ああやっぱで600になったら何本ですか？5万5000円。5000円。ああそうなったらもうほぼ変わりないですね。そうなんですよ。とどう？え？って寝てたんかよ。ちょっと起こしてくださいよ。すごいな。イモムシさんができましたね。ああ、600で確かにすごい膨らんでますね。十分ですね。なんか汗かくぐらいかもしれないですね。あ、はい。ちょっとこっち。あ、はいはいはい。もう奥さんそのままでいいですか？あ、いいです。来て。あ、はい。カメラいる。これが一応ここのお店リニューアルした時に、はい、限定で出したモデルで、あ、へー。ただね、動画でね、おそらく比較も作るんですよ。ってなってきたら大阪店限定より、まあ、全国どこでも変えた方がいいかなみたいな。そうなんですよ。でただオーロラライトもショートの450円ないんや。なるほど。もうないんですね。ほんならどうしようかな。せっかくさせてもらったし、まあ、なんか買おうよ。うん。ね、なんかいい。まずそのなんかブランケットとかも欲しいんやったら、ありやなと思うし。あ、もう寝袋買わない。ないねん。あ、ないんだ。欲しいやつないねん。もう売り切れてんねん、人気で。ああ、そういうこと。うん、でこういうの大阪限定とかってあんねんけど、うん、まあ、見てもらってる視聴者さんとかからしたらさ、うん、その比較もやっぱ多分してほしいって思いはるやろうから。そうか。ちょっとどうかなっていうところで。うん、そうか。うん。これがあの新作のやつ。たくさんあるじゃん。ああ、なんかそれのさ靴も、あ、ほらほらあるよね。これあの去年買ったやつのさ、うん、色違いな。あ、そうなの。去年これやん。はいはいはい、おしゃれな色ね。うん。で、あのスーパーダウンジャケットな、これ、はい、これはまた一緒に店長と色見合うの全然分かんない。外で見ないと分かんないね。ブラック、コヨーテ、ネイビー、ダークネイビーで、カーキ。先生、これカーキですね。はい、お色、うん、そうです。人気ってどの色からやっぱな、あの人気だったの？コヨーテブラック。あ、ここここなんや。ブラックがやっぱり人気。すごい広いね。3倍ぐらいになったのかな。おー、3倍ぐらい広がりましたよね、お店。そうですね、そのぐらいは。あ、めっちゃ軽いな、やっぱり。まあ確かにこれはもうザ・ナンガって感じですね。雑誌とかにもよく載ってるし。そうですね。ちゃんとこれケツの方はこう前行っても出えへんようになってるんですね。あのナンガのね、ナンガさん あのホワイトレーベルかな、はいはいはい、北海道の店とやってる、はいはい、あれも去年買ったんですよ、はい、オレンジのやつ。お、すごいです。あれめちゃくちゃ暖かかったですね。あれで900ぐらいあったのかな、800とか。フィルパワー、はい、930フィルパワー。あ、やっぱそうですよね。あ、 M かもな。あ、かっこいいね。ロンティーとかぐらいでね、着るのが一番多分これあったかいですもんね。いかが？いいじゃん、かっこいいよな。うん、実はカーキの方の色味も気にならへん。あ、カーキね、綺麗な色な。うん、すごい綺麗。こうして、はい、で、まあ、バックパックが背負ってて、で、ここを開けることで、ここはメッシュで固定されるんですよ、うんうんうん、だから、ここを開けた時にちょっとこうならないように、うんうん、はい、このベンチレーションでこの熱気を出すっていう感じですね。あ、なるほど。あ、すみません、ありがとうございます。これまた、一回外で見てみていいですか？あ、全然、見てみてください。オリーブみたいな感じなんかな、カーキの。うんうん、どこが、どれが一番わかるかな。確かに街で使うって考えたらこれが一番使いやすいかもしれないですね。
だけどアウトドアとかするんやったらこんなんもありかもしれないですね。とか黒も持ってはる人とかやったらね。そうです。ハイスペックダウンやな完全に。めっちゃ綺麗な色だねでもこれ。うん、すいません、じゃあこれでお願いします。はい、はい、お願いします。すいません、ありがとうございます。このナンガのブランケットっていくらですか？先生、これおいくらですか？あ、こちらは税込みで1万1000円。あ、これウールですか？ウール80、綿20。そっか。で、これ、ボタンついてるんで、うんうんうん、ケープ。そっか、女の人がいいんやろな。女子大好きじゃん。え？女子大好きじゃん、そういうの。好き？うん。これも試食？前から気になってたもんね。うん。なあ、すみません、これもお願いします。はい、お色がこの、これがいいよな、水色っぽい色。まあ、映えるかな、それかそれな感じ。あ、でも、やっぱそれだね。こっちやな。うん、はい、これで、すみません、はい、ご用意します。全部柄見せてよ、一応。あ、そっか、うん、せっかくだから。あ、いいね、民族系、うん、民族系な、絨毯みたいな。あ、これ、山っぽい感じ。うん、なんかって感じだね。これ、なんかいいよね。うん、色味いろんな色って可愛いね。家とかに置いててもおしゃれやろな。うん、しゃれてるね。で、これ色違う。それも可愛い。裏は？裏も色違くない？あ、黄色がメインや。可愛い、それもそれで。で、これが、それも可愛いんだよな。裏はジャマイカ。本当だ、ちょっと色濃いな。濃いな、うん、濃い。だからこれが一番いいかもな。うんうん、いい、すいません、バタバタしちゃって。他にいいの、こいつとかは。あ、見とく。うん、見とこうよ。そっか、キャンプの時か。そう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 。そっか、うん、これとかなんかわかんないけど、なんだろう、これもなんだろう、何か分からへんから。これもなんかおしゃれ。これはもう魔法瓶ですよね。あ、へー。だから任せて、熱々のお湯入れていただいて、保温力が結構あるんで。あ、なるほど。この下の、へー、このあんたが一回作っといたらおしまいってことなんですね。そうです。これ可愛い豚のやつや。これ蚊取り線香。蚊取り線香入れ。へえ。これがね、もう100個限定で作って、ちょっともう売り切れちゃう。あ、そう。ランガが滋賀県なんで、滋賀県の釜元の滋賀焼き。あ、滋賀焼き。はい。で焼いていただいて。また粋なことしてはりますね、やっぱり。何が欲しいかな。ステッカー、超可愛いステッカーあったで。嘘。うん。どこに貼るかは分からへんけど、これ。あ、可愛い。めっちゃ可愛いよな。めっちゃ可愛い。いいじゃん、あれノートに貼れば。これ、防水撥水対抗。へぇ、外に貼ってもらっても、全然劣化しない。めっちゃ可愛い。裏ボックスとかにバンって貼って、ね、ギアとか送るの買っちゃうね、それ。貼りたいね。貼りたい。え、なんかコマンドどうやった？なんか何使っていいか分からなかった。え、帽子とか。あ、帽子が気になるの。帽子かぶってみたら、自分で。ちょっと待ってて。はい。太陽があって、虹があって、うん、雪山があって、海があって、うん、っていう、まあ、アイコンで自然イメージしてるんですけど、オールマイティ。山の稜線が隠れ文字になってて、え、なんかなってる、はい、な、ん、が、なるほど、もう一回やって。 N、な、うん、で、A、なでしょ、うん、あ、ほんまやな。で、N でしょ、うんうん、で、G、ここが、はい、で、A。 へぇ、すごい、洒落てる。店長、いつも仕掛けてくるから。ガーシーの時もそうやったけど。プールも行けばか。かわいい。どう？あ、この色かわいいじゃん。いいんちゃう？めっちゃかわくないこれ。じゃあこれお願いします。はい、はい、ありがとうございます。もうこれ最後の一点なんです。お茶の色が。あ、しかも店長もかぶってもらいましたね。はい、そう、かわいいなと思ってたの。よっしゃ、最後の一点とかラッキーやん。こうやって店長みたいにこう前にロゴ入れた、うん、そうか、前にロゴ入れるが。でもかわいいと思います。確かにこの色にこのロゴ可愛いですね、うん、めっちゃ映える、ね、はい、ありがとうございます、お願いします。はい、ありがとうございます。やったー。お値段が、はい、9万円。はい。この間動画撮らせてもらった時にね、はい、お客さんとか来てもらったりしました？名古屋とか。あ、そうなんや、よかった。東京から来ていただいて。あ、よかったよかった。なんかね、力なってたらよかったけど、お邪魔なってたらあれですけど。本当に助かります。いえいえ、ちょっと迷惑でしたって言われたらあれだけど。今ちょっと寝袋が。あ、いえいえいえ、すいません、ありがとうございます。来させてもらってありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございます。すいません、タグさん、ありがとうございます。すいません、失礼します、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、いろいろ変えました。なんか最後の方になんかよくわからんけど、帽子もかわされてましたけどもね。まあ、この辺で終わりたいなと思います。またレビュー動画近々出すし、ちょっと寝袋は寝袋でまたちょっとね、買いに行かんと
あれなんで、またもしかしたらオレンジ行くかもしれんけど、まあ、また近々行きましょう。ということでね、お寿司食べてきました。楽しかったですね。はい、楽しかった。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。じゃあ、あとはこれはもう帰ってね。また買い物行くときにあったら撮影よろしくお願いします。カメラの方ね。あ、はい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 。いいですか？はい。はい、では、じゃあこの辺で終わりたいなと思います。では、見てもらってありがとうございました。ありがとうございます。